皆さんこんにちは、健康の時間です。前回話、私たち普通練習の時に人間の徳、道徳のことは、あるいは人間のいい人間心の高いレベルは自分の人生の第一のところに置く。でもそういうことは話は簡単ですけど、例えば周りの環境と一つなる。でも実際はいろいろ行動の時にその選ぶは結構大変です。例えば経営の方針とか、いろいろの自分やるの選択の将来の道の選ぶ、自分の利益は一番優先か、あるいはもっと大勢の人ためのそういうの健康とかみんなのためのいいか、そういうところは先に優先考えは非常に重要です。もしもっと世の中の人ために行動すれば、例えば教室を教えるでもいい、商品開発、工場、あるいは経営でも、もっと世の中考えたら絶対長くできるでしょう。